今日は宝くじを購入しますので紫を着て行きたいと思います。いつも弦を担いでます。弦を担ぐの大好きです。だから髪も切ってひげも剃りました。当たったお金は老後のために使います。老後、老人ホームにたくさんお金がかかります。子供には絶対迷惑をかけません。子供が地獄に落ちますからね。私は自分の力で老人ホームに入っています。さらに紫ですね。これはこれいつも着ているんですけど紫が重なりました。パワーがさらに出たと思います。じゃあそろそろ行きます。昨日も取ったんですけど、今日お味噌汁に入れます。よいしょ。あら、おお、ナイス。ちょっと細いですけどね。まだなっております。わあ、気づかずにいたらこんなに大きくなってます。この黒いのは寒さに負けてるみたいですね。美味しい水が、この素材の長崎県産のイワシでお刺身用なんですけど、照り焼きにしてご飯の上にのせたいと思います。得意の片栗をつけてこってり味をつけます。ここまで包丁入れた方が、わ、マコが入ってる。あ、白子か。マコじゃないか。はい、指を背骨に押し当てます。力を入れて開いてください。ほら、こんな感じ。あら、硬いぞ。やっぱり新鮮ですね。あら。折れました。これが
新鮮じゃなかったらスルーっと取れますね。こんな感じ。これはネギみたいにもう上に彩りに入れます。てっちゃん、はい、できました、はい、あ、いい匂い、おー、美味しそうね。作ってくれてありがとう。はい、じゃあいただきましょうか。これイワシ？うん、うなぎみたいやろ。うん、うなぎはね、普通こうひっくり返してるんだよ、こう、うん、こういうふうにね。そう言われればいつも言われるねまあどっちでもいいんだけどね、味は分かればね、こうね、普通ね、うん、うん、この緑がさ、もう見えなくなったじゃん、うんうんうん、味もちょうどいいね。うん、おいしい。うん、うん、うちの畑の今日大根、うん、すりおろしで食べたらさ、時間かかるし、おいしい。うん、ずらく煮えてる。あ、ささみもおいしい。うん、今日宝くじ買ったけんね、うん、もう今年は欠けてます。来年ね、辰年だから、僕、辰年生まれだからね。うん、うん。うん。今年は最高の年だと思う。だから、今日は、大安で一粒万倍になるよ。うん。今月ね、3回、いい日がある。うん。そう、3回に分けて、うん。今日3000円。その時3000円。あと3000円。うん。それだけ、買って、勝負しようかな。私たちも2回目、2回に行く。うん。まやちゃんちと、うん、老後の資金にね、うん、って思って昨日の話を聞いてさ、うん、老後やっぱりあの寝たきり老人っていうのはね、うん、かなり多いとね。しかもほら、男女平均で10年寝たきり寝たきりだから子供に迷惑かけるからな、ね、うん、だけど迷惑かけんようにね、健康でいなくちゃいけないなと。それこそね、昨日聞いた話で、足、腰、内臓は元気で。足腰で寝たきりになるのが一番多い、うんね。うん、そうそうそう、うん。聞かないと分かってるようで分からんもんね。うん。介護なら子供が働けようになった。うん。うん、働けようになったら0円やけね、子供ね。うん、うん。子供にとっては地獄体ね、うん、で今の年金じゃね、うん、足りない。今度ね、老人ホームに行くようになったらさ、お金がかかるやろ、うん、まず入所金に100万かかる、うん、それから15万ぐらい平均でかかる、うん、それ年金でも足りない、うん、今度その分をさ、子供に出してもらうとなるとさ、うん、子供は働けないのに出さないか、うん、地獄体ね、うん、うん、やっぱりここちょっと宝くじで一発当てて、そう思うやろ。宝くじに本当でもね、うん、買わないと当たらんけんね。買うことよね、うん、余計買いたいけどね、せいぜい3000円、1枚でも当たるけんね、一等は1枚やしね、うん、OK ね、うん、そう、連番？いや、バラでしょ、やった。うん。老後は1000万って言ってる。うん。入ったらね、入所したら。